長、長、長、リュージ落ちたわ。リュージ、大丈夫か。はい。リュージ、何撮る？なんか面白いね。なんか。さ、今日さ、お前が落ちたってさ、なんか崩れてそれってさ、めっちゃ面白くない？面白くない？あ、できるよ。で、俺呼んでくるよ。まあ、ちなみにあの視聴者の皆さん、あの一本の動画も今撮ったんだね。本当に。一本撮ったんで、まあ足場の解説さん、ちょっと金額的なことやって、まあそっちも見ていただけたら面白いと思うんですけど。もう一本取ろうぜって言って言われたけど、落ちた落ちた。今日はどこまで本気にするかもね。まさかのバッキーとか見つけたとし、お前ちょっと痛い痛いみたいな。でも YouTube 来とるもん、もう結果バレそうっすけどね。バレバレ。一本取ったもんね、もう気に入ってるじゃん。いつも大体一本取りじゃん。で、最後ってやり始めの時って結構怪我するじゃん。スタートだろう怪我するんで。わかると思う。あ、いけるんじゃないですかね。いけるんじゃないですか。でもだってもう帰るわみたいな感じだったもんな。そうですね。でも僕なんて怪我しても何も言わないタイプだもんね。いやいや、落ちや言うよ。あー、落ちたなーとか。お前の演技大丈夫？演技っすよね。いや、あの、死んでない感じのやつでしょ。ちょっと一回もう骨折しようわ。立て、絶対骨折だよ。大丈夫、ちょっと救急、でも救急車呼んだみたいな感じで寝てたっていうか、アイス反応。カメラだけじゃあ設置してすぐ、もうちょっと自然に仕事しててよ。もうちょっと後でプロジェクト X は5分後な。で俺携帯ずっとこれ撮ってくれ。ラッシュアップ準備しようか。はい、行ってみよう。ショー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 、リュージ落ちたわ。おう、ちょ、はい、落ちたわ。マジで？おう、ちょ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 、リュウジン大丈夫か。とりあえず救急車呼んで。警察とか呼んだ方がいいんだよ。いや、あの救急車呼んで、救急車呼んで。どうにも行って。いや、向こう向こう、向こう行って。奥奥、大丈夫か。やばいっすか。俺撮るかい。どこからんすか。酸素目なんすよ。やばいね。大丈夫。わ、どうしよう。救急車呼んだっすか。救急車呼びましょう。救急車僕、警察呼びましょうか。警察呼ばないでしょ。でもなんか、そういう事故とか。んいや、警察呼ばないでよ。労働監督署にやる。あっちが向かうんすね。大丈夫か。ここっすか。バッキーとか見つけたとし、お前ちょっと痛い痛いみたいな。でもここっすか。大丈夫。やばい。こいつ。あん？おいどう？通れてます。酸素です。どうしよう。どうしよう。まあどうしよう。ちょっとここ危ないんで。うん？危ないもん。いや、危ないんだろう。こんなん初めてですよ。初めて落ちた。誰も落ちない。大丈夫。こんな大ごとにはなってます。うわ、もうこれでもお前もう半年ぐらいしょっていいんちゃう。そうそう、骨がどんな感じになってるとかなんでしょう。全然痛い。痛いし、ちょっと感覚ないですもんね、骨は。ね、うわ、折れてるな。本当になっちゃうっすよ。本当に落ちました。落ちたの？いや、俺も知らん。ガシャーンって言ったもんね。やばいっすね。とりあえず救急車来るから、待って。じゃあ本当にやんなもんな、救急車。これで嘘だったらやばいでしょ。これで嘘だったらさすがにやばい。うわ、でもこれもう仕事できんな。安全で仕上がったのお前。え、最近しとんねん。
しゃがたたまたましてなくて。あ？たまたましてなくて。そう。うとりあえず救急車来る前に待ちだわ。何分ぐらいで来るんですか？やっぱ、近くやばいっすよ。半年ぐらいやれんなって思いました。ちょっとミッチ君に電話しますよ。電話しよう、電話手に入れないですよ。いや、でも一応それを伝えとかなきゃ思うんで。あ？伝えとかなきゃ思うんです。あ、お前一回言わない。出るか。あ、どうぞ。なんか今リュウジ君が落ちたっすね、足場から。はい。いや、僕も今社長に呼ばれて後ろ裏の面行ったら落ちとるってなって。嘘嘘、ドキドキ。おい、ドキだわ。残念ながら。ドキだわ。残念ながら、あのめちゃくちゃ元気なんで。もしもし。はい、来ます。リュウジ落ちたわ。落ちた。あ？リュウジ落ちたわ。はい。リュウジ落ちたわ。そうっすよね。ドッキリですか？ドッキリだけど、ショーを騙したらいきなりお前にかけ始めたの。え？ショーを騙したらお前にいきなりかけ始めたの。しかも俺ずっとこれ携帯でこれ撮ってるから。お前の反応、いや、こいつの反応が出るつもらんもんな。出るつもらんもんな。じゃあお前の反応じゃない。じゃあお前にかけるって想定外だったもん。じゃあだけど止めたらまずいな。取れたかねえし、どうしようと思って。とりあえず救急車来るで、待っとろうとか言ってなんか面白いこと喋るかなと思ったけど、全然喋らんもんな、こいつ。カメラマンもあそこにおるから。降りてこい、降りてこい。お前普通の携帯持ってないの？はい、あるんですか？うん。あ、かけ直すわ。お前は本当、ね、全然反応悪いもんな。悪すぎですね。反応悪すぎ、ね、心配されてない感じがあるんですよ。ミッチいきなり突然こいつ電話しだしたんだもん。いや、僕は悪くないです。何やっとん？お前何やっとん？今現場にいます。あ、今日現場でどんだろう。はい。そう、ビビった。はい、びちゃくちゃ。そういや、あいつなんかマジでしたもんね。うん、まあ、ジャーシーです。いや、ほんと電話しだした時にどうしようかと思ったけど、あんまりにも取れ高なさすぎて、これボツだな、これと思って。焦った。あ、かなり焦った。かなり焦った。お前も演技そうだもんな、なんか痛いとか言えるよ、なんか。あ、でもあっちの方がリアルか。そうですね、あっちの方がリアル。なぜかこれ4人登場しちゃうという。焦った。いや、ほんとに焦ったらああいう感じなのかな。言葉が出んすね、やっぱ。何も喋ってないって。お前本当焦った？僕ですか？うん、僕焦りましたよ、本当に。なんかショーのなんかテンションもあれでしたもんね。くだらん動画撮ってた。まあ帰るわ。まあこれ多分ボツだけど。多分ボツるやつだけどな。ショックを受けてもそういう言い方ないでしょって。しかも呼び出されて。じゃあね、みんなで、じゃあまたね、やってね。あ、求人道場の話ちょっと一個だけ。求人道場って今結構本当にね、250社ぐらい、まあ、足早さん結構多くで出るんで、マッチングなんで、会社さんと、まあ、みんなね、これ視聴者のみんながね、全国の建設会社の求人マッチングって今無料でやってるんで、結構建設会社さん出てるんで、ぜひ、まあ、こうやって今暇な時期なんでね、やっぱり忙しいところも結構あるみたいなんで、まあ、そういうところは求人結構出してくれてるんで、ぜひそっちも見てください。はい。じゃあ、あとチャンネル登録のいいねお願いします。またねー。またねー。また見てねー。